生きらとめて14です。今回はちょっとこちらちょっと急遽回してるんですけど、何やらメンテというかなんかちょっとね追加コンテンツが来たようです。見てください、どうぞ。ワールドファイナルズアーカミングというわけで、チャンピオンクイーンスキンですかね。はい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 、なんか来ましたね。お、クイーンが1220円で買えるということで、なるほど、はいはいはい、了解しました。っていうのと、もう一つイベントで来てますね。ラストチャンスクワリファイアチャレンジというのが来ております。ヒーローの本だって。17冊持ってる、ごめんなさいね。というわけでこちら2つちょっと見ていこうかなと思います。早速ちょっとクイーン課金しましょうか。えい、あ、なんか映るかもしれない、ちょっと消すかも。ここはい、というわけで勝っちまいました、チャンピオンクイーン。固定でいきましょう。うん、固定でいきます。かっけー。これさ、前回チャンピオンキングもいるよね。君だ。さあ、ちょっとお前微妙なんだよな。ちょっとさすがにゴレキンのがかっこよくね。ちょっとし、決勝戦はあれでいくか。世界大会はちょっとチャンピオンキングでいくわ、さすがに。ちょ、今ご、あ、いや、もうせっかくだし揃えるか。これでいきます。チャンピオン揃いでいきます。さあ、初見アタックやっていきましょう。ラストチャンスクワリファイアチャレンジ。何が来るのか、ね、は？え？マジ？ちょっと1回目の途中切っちゃったんですけど、ウォーデンが空飛んでたので、ちょっと陸に戻してきました。さっきちょっと空飛んでたので、陸ウォーデンに戻しつつという形なんですけど、さっきも少し話したんですけどね、これね、あれだったんですよ。スパセルトライアスロンの人被ってこのアタック見てないんですよね。これウォールグレイが、横イン、どこに食い食ったのこれ。わからん。うわーって言って、片方キング片方ロイちゃんで見ますか。じゃあ添えつつね、ベイビー切りして、ちょっとこんな感じでほいほいほい。やべ、やったな、これ多分。この出し方めちゃくちゃやってるわ。この出し方めちゃくちゃやってるわ。こっちキングつけちゃおうと。トムっちゃいまーす。なんかすごい量の巨爆出た。いやー。せっかくなんでね。フィスト使って行きつつ、こういうクイックをかけてスケルトンって。なんなんこのバルーン。さ、ポイズンスケ打って。なんだかんだ伸びてる。さ、スケここだね。ほい。面白い編成ですよね。ジュンクさんとかがたまにやってるけど。さ、どうだ？これ良さいんじゃない？フリーズたくさんあるんで、ここ固めていきましょう。はい。あ、いいんじゃね？さあ、もうワンフリーズかまして、適度なタイミングで。はい、外しました。AT 破壊してあげて、さあ、これはターン、お、いったね。クソのトルネうざいね。そのトルネは、あ、なんか、休憩スポット入った。ポイズン入るな、ナイス。あ、これはもう行きました。なるほど。え、時間ない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 。やばい、やばい、やばい、やばい。これ、スケルトン回収かは、さては。クロック。遅い、遅い、遅い。早くこっち来い。早くこっち来い。裏だな、これ。裏スケだな、これ。もう絶対に火力を押し切れるから、これは。いやー、どうだ？クイーン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 ？
クイーン。え、この編成時間切れっていう概念あんの？マジウトル。これいけるな、でも。マジか。嘘じゃん。なんなんこの意味わかんない編成。ほら。ほら。あー、ほら。今度そっち行ったか。ほい、ほい、ほい、ほい。ほい。ほい、ほい、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。ザ・キング。ガゴ。あーん、魚爆見えたんで、ウッドランチャー保護のためにね、使っていきましょう。さあ、あー、これ、本当はこうだね、多分。多分そういうことなんだと思う。で、おいしょ。いけそうだね。さあ、スケルトン一発折って、もロイちゃん、差し込んでいきましょう。さあ、フィスト使いつつ、ポイズンをかけて、スト1、2。こんなにプランが見えない攻めは初めてだぜ。困っちまうね、本当に。どこ、これ鳥ちゃんでしょ。まあ、トリーバーがね、やったの知ってるんですよ。さっきとなんか同じようなとこ残ってんな、結局。耐えろ。あ、間違えて俺ロリちゃんのブーメラン押しちゃったかも。押したくせえな、これ。さあ、フリーズ、グイーンのクロック。あ、フリーズめっちゃ待ってんのにな。耐えてくれ。耐えないと死亡、耐えないと死亡、耐えないと死亡。いや、ポイズン強すぎな。あ、でも時間あるな、時間ある、時間ある。さあ、これは一応連盟しとくか。バレン迫撃は潰しといた方がいい気がする。重いからね、軽いからね、うちの部隊。迫撃は潰してくれ。ナイス。さあ、あとは時間と罠との勝負なんですけど、これ本家の攻め見てよ、どうやって取ったんこれ。どうだ。耐えろ、耐えろ、耐えろ。スーパーチャー貫け。いいよ、いいチェーン入れてやがる。いけいけいけ。ストライカーで見せろ、ストライカーで見せろ。ナイス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 。なるほど。え、これどうやって取ったん。しかも今回さ、意味わかんない編成すぎてさ、なんか何ユニット余して前回取りましたみたいなことやりづらす銀行の編成。突撃艦もないし、ヒーラーもないし、何枠残しましたみたいな、なんか明確なラインないよね。クイヒーラバルのラバル余しましたみたいなあれがないよね。いやー、むずいな。なるほど。まあ、こんな感じでな、ウッドランチャー延命してなんかワッショイするのがいいんじゃないですか。楽しいっていうことだけ。まあ、多分ね、これはね、他のチャレンジよりは割と、なんだろう、何回か、自分でも何回かやるだけで取れるんじゃねえかなと思っている。いかがでしょうか。とりあえず一パターンとしてなんかもう、ワッショイっていきましょう。ワッショイっていって、キング、片サイド、逆サイド、ロイちゃんって感じで、いきましょう。はい。てか、気づきました？うちのクイーンの動き。どんな感じだったんだろう。え、これチャンピオンクイーンなんだよね。おい、ちょっと最後にうちのクイーンとキングを見て終わりましょうか。こっち来い。さあ、来ました来ました、チャンピオン夫妻です。チャンピオンキングとチャンピオンクイーン、これがね、新スキンということで、まあ、ぜひね、コードユータ14、クリエイターコードユータ14でよろしくお願いします。というわけで今日はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。